お世話になります。ひとりでございます。いよいよ冠の雪原の配信開始が迫っておりますが、その冠の雪原で新登場するアイテム、特製パッチが話題になっていますね。特製パッチとは一言で言えば、特製カプセルの夢特製版です。つまり普通の特製のポケモンを夢特製に変えることができるものです。で、このアイテムの出現によりユーザーの中にはブチギレて批判する人も続出し、プチ炎上のようになっているようです。実際ヤフーニュースでもこの話題が取り上げられていました。ということで今回はこの特製パッチにブチギレする人が続出している件について話していきたいと思います。まずはどんな批判的な意見があるのか具体的に見ていきましょう。内容はツイッター等から意見を要約してまとめました。今まで頑張って厳選してきたのに急に簡略化されたら今までの努力がバカみたい。育成が簡単になりすぎてつまらねえ。今までは珍しくて入手が難しかったのに夢特性の価値が下がる。こんないじれたらポケモンに愛着が湧かねえわ。自分は入手に苦労したから苦労するような仕様じゃないと損した気分になるよ。意見の種類的にはそれほど多くなく、大半の意見はここで挙げたものに集約されていると思います。その中でも一番大きかったのは今までの努力がバカみたいというものです。確かに夢特性のポケモンを捕まえるのは、特に日付変更バグを使っていない方だったらなおさら鬼畜レベルの所業ですからね。実際私も別の動画でミロカロスの夢特性を捕まえましたが、ミロカロスを1体出現させるまでにかかった時間は6時間以上でした。その時はたまたま1体目で夢特性が出たからいいですが、もし出なかったら丸1日かけても捕まえれない可能性は非常に高かったです。しかもこれはバグを使ってですから、もしバグを使っていなかったら難易度はさらに跳ね上がります。試しにどれくらい大変か計算してみましょうか。まず日付変更バグは20秒で1回こなせますから、1分で3回、つまり1分で3体ポケモンを変更できるわけです。60分で180体で、私のミノカロスの例で言えば出てくるまでに6時間かかりましたから、本来だったら1080体分倒す必要があります。1回のレイドを平均3分でこなせるとしても3240分、つまり54時間かかります。で、しかもこれは紫の柱が出た場合の話ですから、紫の柱が10回に1回くらい出るとして、まあこれはちゃんとした確率ちょっとわかんないんで大体ですが、赤の柱が出てしまったらその柱を消すため戦うとして、単純計算で10倍戦う必要があり、かかる時間は540時間となります。なので夢特性のミノカロスをバグなしでゲットするには丸22日以上かかってもおかしくないのです。だいぶ話がそれましたが、この労力を考えれば確かに急に簡略化されたらあんなに頑張ったのにと嘆いてしまうその感情は多少理解できますよね。しかもこの工程がごっそりなくなったら簡単になりすぎてつまらないと感じる人はいてもおかしくないかもしれません。そして愛着が湧かないというのも昨今のポケモンには特に顕著になっていて、道具等でポケモンのあらゆる要素を変更できてしまっていますからね。確かに特性まで変えられたらもはやそれって特性でもなんでもねえだろみたいに思ってしまう人がいてもおかしくありません。昔の作品が好きな人にとってはその大きな変化が特にきついのかもしれませんね。まあ夢特性の価値について言及した意見もありましたが、どうせ卵で出回るから価値が高いの最初だけじゃねと思ったりするんですけどね。てな感じでここまで批判意見をご紹介しましたが、実は批判意見は探してみると数自体は非常に少なかったんですよね。なんで炎上っぽい扱いされてるのかわからないくらいでした。対して批判されてないのにその批判を批判している人の方がめちゃくちゃ多かったです。つまり肯定的な意見の方が爆発的に多かったんです。それでは具体的にどのような批判に対する批判、つまり肯定的な意見があったのか見ていきたいと思います。遊ぶ時間が限られてる人にとってはかなりありがたい。色違いや夢特性できるのは嬉しい。自分がした苦労を他人に求めるやつはただの大害。特性パッチ反対しているやつ FGO やってそう。育成が簡単になることを批判するのは今更でしょ。嫌なら自分だけ縛りプレイしろ。僕言うやつは暇人ニートだけ。やったー。という感じで批判するやつはクソ的なニュアンスで書いてる人が多かったです。そもそもみんなツイッターでつぶやいたりするときやったくらいしか喜びようがないですからね。すでに批判の方が話題になってたら意見が批判に対する批判になってしまうのは当然なんで、言葉が汚いのはしょうがないかもですね。で、私個人的にも結構共感できる意見が多かったです。特に遊ぶ時間が限られてる人にとってはいいという意見は共感しすぎて、私一人で共感の嵐を呼び起こして吹き飛ばしで相手の別のポケモンを引きずり出してしまうくらいです。私
私は20代中盤のいわゆる社会人に位置しますが、そういう人間は仕事を始めたばかりで新たな食える能力を身につけることに努めているため時間がありません。ただ私たち20代中盤ぐらいの人は幼少期の頃がちょうどポケモンの創生期と一致していて、まさにポケモン世代なんです。そういう人たちはもちろんポケモンを愛していますが、しばらくやっていなかったりして、大人になってから久しぶりにやろうと思ったけど対戦って面倒なんでしょと思ってる人が多いんですよね。実際社会人で仕事から帰ってきて負荷源泉でお目当てが引けずに寝るだけの生活は辛いですよね。なので育成が簡単になるのは社会人にとってはありがたいこと、この上なしなんです。まあ私はポケモンが仕事みたいになって実際はただの廃人なんですけどね。ゲームフリークもちょうど今社会人をやっているポケモン世代のユーザーを逃さないためにも、特製パッチをはじめとしたもろもろのドーピング的なアイテムを剣盾で大量に導入したのかもしれません。で、他の意見の自分がした苦労を他人に求めるなという意見ですが、もうこれはポケモンに関わらず人生に通じる話ですね。これは言い尽くされていて、もはや老害に相当する人がかわいそうに思えてくるレベルですが、やはり現代っ子は合理化を求めている傾向があり、何の根拠も目的もないただの精神論は綺麗な風潮で、まあ私もただただそれに同意したいです。あとは育成が簡単になることを批判するのは今更というのにもハゲドウです。だって今まで散々ミントなり経験飴なりいろいろありましたから、っていうかそもそも特製カプセルもありましたからね。今更それが夢特製カプセルになるだけですから、そもそもこの特製パッチの話自体が良くも悪くも大きな話題になるほどのことではないのかもしれませんね。なので愛着云々も声を上げるには今更な気はします。ということで、ここまでは他の人の意見をまとめてきましたが、私の個人的な意見を最後に述べたいと思います。まず特製パッチ反対派の育成が簡単になってつまらないみたいなことは多少歩み寄れば理解することはできます。だってそもそもゲームってテレビゲーム等に限らず、スポーツとかも本来は大して社会的に何の意味もないけど、何か勝手に作られたルール的なものがあって、それを頑張って成し遂げたところに快感というか面白さがあるものですから、簡単にしすぎたらその面白さ自体を否定するものになりますから、つまらなくなっちゃうんですよね。なので全否定するつもりはないですが、私はその対して社会的に何の意味もない部分が厳選である必要はないと思うんですよね。だってはっきり言って厳選は目に見えにくい部分で、結果も地味じゃないですか。しかも厳選はもちろんそれ自体が目的の人もいますが、多くの人にとっては対戦のための手段だと思います。さらにこれは主観ですけど、例えばランクまで戦略を練って考えて勝利したり、ひたすら上位を目指して試行錯誤をすることの方が派手で分かりやすいし楽しくないですか。私は厳選みたいな運に完全に依存している単純作業より、もっと頭を使ったりする自分の能力や行動に依存することに時間をかける方がワクワクすると思います。多くの人もきっとそうではないでしょうか。てかそもそも今の段階では特製パッチの入手方法ははっきりしていないですからね。実際公式サイトには入手することが難しく貴重な道具だがと書いたり、その文言の通りめちゃくちゃ入手が難しいかもしれませんからね。これがストーリー中1回だけとか、おしゃぼ並みの低確率の可能性もなくはないです。まあそれはそれでまた炎上したりしちゃいそうですけどね。というか不満を言っても、よほど多くの不満が集まらない限りはただただ無意味で、ただただゲームがつまらなくなるだけです。とにかく結局どうこう言おうが、私たちには何も変えられないんです。だってゲーフリーパッチなんていうものはないんですから。テロリストじゃ